どうも、男中村です。魚醤っていうのは魚を原料に作った醤油のことです。作り方は簡単なんですよ。魚を塩漬けにして放置しておくだけです。大豆を原料に作る醤油よりよっぽど簡単に作ることができますよ。大豆を原料に作る醤油なんて、大豆を水につけて蒸して、麹菌を生やして、麹菌を生やすのは温度管理が大切で、こんな面倒くさいことありません。それに比べて魚醤なんてめちゃくちゃ簡単ですよ。そんなわけで、この動画を見ていただいたら魚醤の作り方がわかります。このチャンネルでは普通の料理や、またひとひねりある料理や、ふたひねり、みひねりあるような料理を週1回ぐらいのペースで更新してます。チャンネル登録してくださいね。またブログ、ツイッター、インスタグラムもやってますんで、そちらもよろしくお願いします。魚醤の材料、材料は魚と塩が4対1の割合になります。例えば魚が 400g だったら塩は 100g です。買ってきた魚の量に合わせて塩の量を調節してください。私が住む京都ではイワシが安く簡単に手に入るんで、いつもイワシで作ってます。魚はイワシじゃなくても何でもいいですよ。秋田県にはハタハタで作ったショッツルという魚醤がありますし、香川県にはイカナゴで作ったイカナゴ醤油という魚醤があります。魚は何でもいいですけど、あんまりサイズの大きな魚じゃない方がいいですね。また魚は切り身でなく、腹ワタを抜いたものでもなく、丸ごと1匹のものを買ってくださいね。魚の内臓に含まれる酵素で魚のタンパク質を自己消化しますんで、内臓も必要なんです。酵素は筋肉にも含まれてるんですけど、それだけでは足りないので、やっぱり内臓もあった方がいいです。逆に内臓だけ集めて魚醤を作ると味がえぐくなってしまうんで、やっぱり魚を丸ごと1匹使うのがちょうどいいです。また魚は新鮮な方がいいですけど、あんまり鮮度にはこだわりません。腐りかけてても大丈夫です。どうせ塩漬けにして自然と腐っていって魚醤になりますからね。けど完全に腐った魚は使わない方がいいですよ。塩漬けにして腐るのと、そのまま腐るのとでは条件が違いますからね。まあなるべく新鮮な魚を使った方がいいです。魚醤を作る流れ、魚醤を作る流れですけど、魚を塩漬けにするのに約10分、熟成に1年以上、火入れに約10分、ろ過に約10分、全工程1年以上かかりますけど、実際に手がかかるのは30分程度です。本当に簡単なんですよ。魚を塩漬けにする。では魚醤を仕込みます。イワシを買ってきました。瓶にイワシを入れます。イワシが 670g だったので、その4分の1の塩が 167g なので、 167g くらいの塩を入れます。塩の量は数 g ぐらい違ってても大丈夫ですよ。イワシの尻尾が少しはみ出してたので、スプーンで押し込みました。蓋をしました。これだけです。これを1年以上放置します。我が家では押し入れに入れておきます。仕込んだ日付と仕込んだ分量をメモにして分かるようにしておいた方がいいですよ。だって1年経ったら忘れてしまいますからね。置いておく場所はなるべく暖かい環境の方がいいです。暖かい方が熟成が進みますからね。間違っても冷蔵庫に入れたらいけませんよ。直射日光には当てない方がいいと思いますけど、夏でも一番暑いところに置いといたらいいですよ。1年って長いと思うかもしれないですけど、やっぱり1年以上は置いといた方がいいですね。1年間じっくり待つというか、仕込んだことを忘れてしまって1年後に思い出すっていうぐらいがちょうどいいですね。火入れ、これが3年熟成させた魚醤です。2018年に仕込んだんですよ。2018年に仕込んだのは分かってるんですけど、分量とか何月何日に仕込んだっていうのはちょっと記録が残ってなくて分かりません。先ほど仕込んだ日付と仕込んだ分量をメモにしてつけといた方がいいですよと言ったのはそのためです。魚はこれはイワシと小アジを半分ずつぐらい入れましたっていうのは覚えてます。あと魚と塩の割合も4対1っていうのは変わりません。過去に撮った画像を調べてたらこんなんが出てきました。これは2018年の8月31日に撮影したものです。魚が少し溶けてるんで、この数ヶ月前に仕込んだんだろうなと思われます。おそらく2018年の6月頃に仕込んだんではないでしょうか。というわけで3年熟成させたらこうなります。魚は完全に溶けて原型はとどめてませんね。
私は木星の模様に似てるなって思いました。それではまず匂いを嗅いでみましょう。別に臭いとかそんなんじゃなくて、お魚のイワシが熟成したっていう匂いですね。初めてこれを嗅いだ人はちょっとおえって思うかもしれないですけど、私はこういう匂いのある食べ物とかもう結構慣れてるから何とも思わないです。次に瓶の中の様子を見てみましょう。蓋を開けると木製の地面みたいなのが出てきました。スプーンを突っ込んでみます。お、中から水分が出てきました。表面にはネバッとした膜が張っていたみたいです。中身をすくい出してみましょう。なんと表現したらいいんでしょうか。ドロドロになった魚です。鍋に瓶の中身をぶちまけて火にかけます。水を 400ml 足しました。この段階で魚の半分くらいの量の水を足すんですよ。なんかこれ魔女が薬を調合してるみたいですね。スプーンですくってみるとこのように魚の骨が溶けずに残ってるのがわかります。沸騰してきました。すごい匂いが漂ってます。換気扇回してるんですけど、家の中は魚醤の匂い満開です。魚醤の匂いって要するにナンプラーの匂いです。家がナンプラー臭で満たされた頃に火を止めます。ろ過。魚醤を入れる容器にザルを乗せ、その上にキッチンペーパーを敷いて魚醤を入れていきます。茶色く澄んだ液体が下に溜まってきました。これが魚醤です。上から見るとこうなってます。すごい色ですね。料理動画でこの絵は他にあまりないでしょうね。鍋の中身を全部ザルに入れました。あとは重力に任せてポタポタ落ちなくなるまで置いておきます。魚醤の味、さて冒頭ではろ過するのに10分程度ってご説明しましたけど、30分ぐらいろ過しております。まだポタポタポタって落ちてるからもうちょっと置いときますね。とりあえずこの状態で味を見てみましょう。うまみたっぷりの魚醤ですよ。これはうまい。これなら何でも料理に使えそうです。魚の臭みとか全くありません。もうただのうまいっていう塩辛い汁ですね。要するに魚醤になってます。魚醤の料理、それではまず魚醤チャーハンを作ります。材料はご覧の通りです。フライパンを温めて油を引き、刻んだニラとちくわを炒めます。次にご飯を入れます。ご飯は冷やご飯を入れました。真ん中に卵を1個入れます。混ぜて魚醤を大さじ1杯入れます。味付けはこれだけです。混ぜて全体に火が通れば完成です。お皿に盛り付けていただきます。味付けは魚醤だけなんですけど、これで美味しいんですよ。なんとなく魚っぽい味がしますけど、魚嫌いの息子も美味しいと言って食べました。続いて豚肉と大根の魚醤煮を作ります。材料はご覧の通りです。豚肉と大根を適当な大きさに切り、鍋にお湯を沸かして豚肉と大根を入れます。千切りにした生姜も入れます。そして魚醤を大さじ2入れます。味付けはこれだけです。沸騰してきたら蓋をしてごく弱火で1時間くらい煮込みます。1時間経ちました。これで出来上がりです。大根に魚醤の味が染み込んで美味しいですよ。味付けは魚醤だけなのに、出汁も取ってないのに、これだけで味が完成してるんですよ。まとめ、魚醤の作り方を軽くおさらいしておきます。魚と塩を4:1の割合でつけて1年以上熟成させたら
魚の半分の水を入れて火入れしてろ過したら完成です。材料は例えば魚が 400g ならこうなります。はい、そんなわけで魚醤は作るのに1年以上かかりますけど簡単なんですよ。それでむちゃくちゃ美味しくていろんな料理に使えます。ぜひともお試しください。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。